マイカチャンネルでございます。はい、今回はですね、ハウルの動く城、ジブリのハウル、ハウル様はお好きでしょうか？私は大好きです。ジブリのハウルをちょっとお絵かきしていきたいなと思います。なんか YouTube でお絵かき企画みたいなしてみたいなと思ったんですけど、ちょっと思いついたのがデジタルのハウルとそのアナログのハウルを描いてちょっと比べてみようかなみたいな、仕上がりとか違いとかをちょっと見ていきたいと思います。描いて、行ってみよう。はい、中継変わりました。まず最初にアナログからやっていきたいと思います。アナログで使っている画材は、だいたいコピックと色鉛筆を併用して私はやっています。あとこのね、今描いてる紙がね、コピック専用の紙なんだけど、はがきなんだけどね、これ本当ににじまなくてめちゃくちゃいいです。超好き。あとアナログは描き直しができないから、やっぱりちょっとそこが痛いところなんですけども、逆にねそこが良かったりするんだね。でこれは髪の毛を薄い色からだんだん濃い色にかけて、影をつけていってます。いやー、でもなんであんなにハウルってかっこいいんでしょう。全米がガチ恋だよな、あれは。完全にあの美貌とね、スタイルと、あのスマートな言葉遣いといいますか、キムタクの声と言いますか、素晴らしいです。皆さんはハウルの好きな名言とかセリフとかありますでしょうか？私はですね、ハウルが美しくなかったら生きていけないんだって言って、もうそのセリフがもうなんという美意識ですかね、あれは。あれがめちゃくちゃ好きで、あとは守りたいものができたんだ、君だっつって、もうあそこ大好き。あ、そうで、私が一番アナログでこだわってるのがこのハイライトなんだけど、こう重いところ、なんだろう、色が重くなっちゃったところとかに、なんかキラキラとか、なんかちっちゃい丸とかを描くと、めちゃくちゃなんだろう、透明感というか軽さが出るから、本当におすすめです。これは私がただ好きなだけなんだけど、ハイライトは本当にね、めちゃくちゃいい役割してくれる。でこういうなんか頬とか、あとなんだろう、血色出したいところとか、なんかコピックだとめちゃくちゃ濃くなっちゃうから、そういう薄付けしたいところとかに色鉛筆で塗ったりすると、なんか濃くなりすぎず薄すぎずみたいな、いい感じに程よく出るから、色鉛筆使うのマジおすすめ。あと今水色の色鉛筆で影のところをちょっと塗ってるんだけど、影のところにね、水色塗るだけでね、めっちゃ重かったところが軽くなるから超絶いいです。はい、で洋服にもハイライト散らばせていきます。でこれね、白で塗ってるのはね、洋服の色を間違えてしまって、本当は白っぽかったんだけど、ちょっと肌色っぽくなっちゃったので塗りました。ほんで今お空を描いてます。これね、初挑戦だったんだけど、コピックでお空を描いてるんだけど、めちゃくちゃ難しかった。でこのお空塗る時には、コピックの灰色と水色を薄色から濃い色まで用意して、でだんだん濃くしていくって感じで描きました。はい、で今オレンジを足してちょっと夕日感を出してますね。あとは雲の隣とかにハイライトを入れて、ちょっと透明感というか軽さを出そうかなと思ってちょっと足してみました。で私結構何でもキラキラが好きで、なんかもうキラキラさせたい、とにかく。でキラキラさせて、ツヤツヤさせて、プルプルさせたいみたいな、そういう感じの絵をちょっと目指しているんですけど、このホログラムとか、あとお花とか使ったりして、なんだろう、ちょっと透明感というかニュアンスをつけてやってます。はい、完成しました。こんな感じで、自分的にちょっと
立った失敗した部分あるなと思うんですけど、まあこれで完成にします。はい、で次がデジタルに移行していこうと思います。移行していこうと思いますってなんかやめとこう。で今はちょっとあの影を描いてるんですけど、このデジタルは特に2色その影に影を重ねる感じで描いてます。で私こうはみ出た部分を消しゴムで消してるタイプなんだけど、絶対他にいい方法あるよね、絶対ね。でもとりあえず今はこの感じでちょっとお許しください。で今影を描いてます。まあ後からねあの透明度とかいじれるので、今はとりあえず濃い色で塗っていってます。あ、でちなみに私が今使っているソフトはあのメリバンを使ってます。無料ソフトでね、なかなかクリスタとかねやってみたいなと思うんだけどね、もうこれで慣れちゃったからなかなか移動できなくて、まあでもちょっと近いうち考えようと思います。で今影をもっと濃い影を足していってます。言うてもね、私もデジタルマジで最近始めたばっかで1ヶ月経つかわからないんだけど、アナログばっか描いちゃってるからね、ちょっとまだ不慣れな部分あるんですけど。でデジタルのいいところはやっぱり一つ戻れるっていうのが本当に強い。いや一つどころか全然戻れるんだけど、こうやり直しできる機能って本当にデジタルぐらいしかないからさ、いやそこが本当にいいなと思う。で私もデジタルまだ始めたばっかだから、この始めたばかりとか全然不慣れの時は本当にあの参考にしたい人のなんだろう写真を横にこう真似して描いた方がやっぱり上達も早いらしくて、だからもう必死にね最初は真似して描くのがおすすめですね。で今これハイライト塗ってますね。このハイライト作業が楽しすぎてさ、もうこのために絵描いてるようなもんだわ。目のハイライトに関しては結構絵によって描き方分けてますね。どうやったら目に透明感出るんだろうと思って調べたら、なんかオーバーレイと明るく見せれるオーバーレイと暗く見せる蒸散を結構うまく使い分けてやるとなんか透明感が出るらしいです。この涙袋もポイントです。もう大好き涙袋。はい、で今は唇を塗ってます。これね私の癖なんだけど、男の子描く時でもねちょっとメス化しちゃうんだよね。絶対女の子みたいになっちゃうんで、多分なんかそういうのが好きだからそうなっちゃうんだけど、なんかメイクとかこうやって塗る時にやっぱり濃すぎちゃうと男の子の場合、まあちょっとメス化が増すよね。それが好きなんだけどね。まあでも、うん、唇とかじゃあ唇の色とか頬の色はまあ薄めの方がいいかなと思いますね。あともう塗っちゃったんだけど、あの髪の毛、顔周りの髪の毛、前髪とかちょっとあのオレンジっぽい肌色っぽい色を足すと、あのなんか透明感が増します。なんか軽くなります。で今あの濃い影にさらに濃い色をちょっとあの縁だけ塗ってる状態ですね。この影の縁をこう描くといい語彙力皆無。そう影をねちょっとなんか線描くといい感じになるから、ちょっと私好きでよく描いてます。で今頭のハイライトに移ります。頭のハイライトに関しては結構いろんな描き方があるんで、まあ好きな絵柄の人を参考にした方が一番上達が早まると思われる。私はもうとにかくテカらせたいタイプだから、なんだろう、まあでもマット系にするならそんなにハイライトいらないし、私みたいにテカらせたければこういうちょっとね多めに描くのがおすすめですね。眠くなってきた。
でさっきアナログでもやったんだけど、この影重い部分というかちょっと暗い部分にこう水色をちょっとこう薄く入れてあげるといい感じになります。で今あの薄い影の方に縁を描いてるところです。縁の色はねこの、まあ、スポイトで影を取ってそれよりちょっと濃いぐらいの線を塗ってあげるといい感じになります。まあでもいろいろ踏まえて考えるとやっぱりアナログと比べたらデジタルは書き直しができるのが本当に強い。でもなんか逆に書き直しできないのがアナログの良さだったりするからね。しかも納得いくまで書けちゃうからデジタル、私めちゃくちゃ時間かかるんだよね。おっと、そんなこと言ってる間に完成しました。ドドーン。このデジタル書き終えるまでに3時間半ぐらいはかかったかな。はい、比べたらこんな感じです。やっぱり比べてみるとアナログは書き込んでる感があってデジタルはちょっと透明感が出せるって言った感じかなって思います。はい、こんな感じです。比べてみました。ということでご視聴ありがとうございました。